皆さんこんにちは、いっぺこっぺの森田です。そして、はい、今回は霧島旅ということで、霧島大好きのんちゃんとあゆねーにご出演いただきますさあ、はい、今回は霧島市にあります霧島神宮にやってきたわけなんですけれども、なん私ですね、はい、何回目だろう、4回目5回目ぐらいなんですけど、来てる、そうなんですけど、やっぱ、はい、霧島2のお二人にここ見どころだよとか、ここは絶対見た方がいい、写真撮った方がいいみたいなところも、はい、ちょっとね教えていただきたいなと、はい、小ネタをバンバン私も盗んでいくんでぜひいろいろ教えてください。はい、はい、では、はい、早速参拝していきましょう。森下さん、うん、ここでのんちゃんクイズです。トゥドゥー、クイズ入る前にね、うん、あの霧島神宮には丸々丸石っていう、うん、ちょっと有名な石があるんですけど、ほう、ご存知ですか？これはね、はい、私わかりますよ。お、言っちゃっていいですか？いいですよ、いきます。はい、サザレ石。お、正解です。やったー。それがこちらです。お、これですね、はい、国家にも、ね、出てくるサザレ石ですよ。まあね、詳しい説明は皆さんこの石を読んでください、うんうんうん、でもすごいよね、国家に出てくるっていうのもさ、うん、ここ鹿児島にあるっていうのは本当ですよ。ご利益をもらってパワーを感じて、うんうん、でもね、参拝する前にあのここで一度パワーをもらってみてください。パワー、マイナスにも感じますね。うん、ここ取るの、うん、うん、ここは取る。あゆねは何回ぐらい参拝に行ったことあるの？私は、3回目です。お、へー、うん、ではここで、ちょっと恥ずかしいな、なんか出てる。では行きます。じゃん、じゃん、じゃん。ではここで、あゆーずクイズ。なんで出てるの？ちょっと恥ずかしいんです。かわいいな、うん。恥ずかしくなっちゃってね。はい、すいません。失礼いたしました。ごめんなさいね。ちょっと待って、もう一回いい？いいよ。はい、それでは本殿前まで到着いたしました。はい。そこでですね、あゆーずクイズ。霧島市は、鹿児島神宮と霧島神宮という、霧島市という一つの市の中に二つの神宮があるとされております。ありました。これは 全国日本各地を通しても、とても珍しくて、もう一箇所有名な地域があるんですけれども、どこかご存知でしょうか？え、そう来ると思う方。さてさて、わかりそう、私でも、まあ、日本っぽい、日本っぽいところ。おいでやす。はんなり、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 はらはら、はらはら、違う、はらはら、はらはら、待って、それでは、せーあはははは、考えさせて。どちらでしょう？はい、それは京都府になっております。はい、京都府でしたか。そうです。そして今日ここに来てもらった霧島神宮の方では、天照大神の孫でありますこちら新入りの御事様が祀られておりますので、みんなで一緒に参拝しに行きましょう。おー、令和4年2月9日の官報告示により、霧島神宮本殿、幣殿、拝殿が国宝に指定されました。創建は6世紀頃と伝わっており、最初は霧島連山の高千穂峰と小鉢の間に建てられたとされていますが、何度も起こった霧島山の噴火によって社殿の焼失と移転を繰り返してきたそうです。現在の社殿は江戸時代の聖徳5年に薩摩藩主島津義孝が寄進してできたものです。いっぺこっぺ。大丈夫、これ大丈夫かれたら大丈夫、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 国語なんだね。じゃあ外国の方にも聞いていただけるやつですね。
そう、で、出た団子。一発で。13番。13番。願いを込めて。16番、13と16番ね。めっちゃドキドキする。この瞬間ってやばいですよ ね。さあ、もう見た、もう見た、見えちゃった。よし、せーの。あ、あ、パン小吉、私も小吉、一緒。まさかの一緒で、ちょっと厳しめでしたね。あ、人間関係が複雑になりがち。音が生じた場合は、うん、出過ぎることなく人に譲るくらいの気持ちを控えめにして、今は出てくるのを待つ。私、願望、欲張らずの方に承知、承知いたしました。でもまあ、いいところもありますね。そしてほら、英語、英語とか、中国語、韓国語、台湾語っていうのがね、みたいですね。すごい。すごい。初めて見た、この、ね、国語か。これちょっと見せときましょうか。しましょうね。はい。いっぺこっぺ。絶対だよね。はい、うん、これがたまたまね、うん、本当にたまたまらしいんですけど、あそこの木のね、うん、ここに生えたのがこうお願い、お参りっていうのかな、うんうん、こうしてる形に見えるっていうので、うん、ちょっと最近人気のその霧島神宮の隠れスポットとかに、うん、ところがあって、ここの絵が一番見やすいと思うので、皆さんこっちから撮ってみて。ノン様、うん、アユ様、これは今どちらに向かってるんですか？これは今、あの今女性に、ね、うん、ほう、山神社、はい、え、知らないや。